で、ハワイでは一緒のホテルだったわけですか。誰が。加藤さんと千鶴さん。知らねえ。でも最後ね、帰りちゃんと送って差し上げました。うん、帰り空港まで送って差し上げてます。ああね、うん、優しいですね。当たり前だろ。なお、どうしてそうやって嘘ばっかり書くの。どこが二人っきりなの。違ってたんですか。当たり前じゃないですか。みんなスタッフ一緒なんですよ。今度頭でサンフランシスコからスタッフも帰ってきてるぐらいね。じゃあ、噂のKさんはハワイではご一緒じゃなかったんですか。頭おかしい。ちゃんと調べてみて。Kさん言ってますよね。言ってますよ。社長なんだから行くに決まったでしょ。で、今回はそれはどういう立場だったんですか。だって仕事で行ってっつってんのに。川崎麻世が本当に頭がおかしくなりまして、バカだなというふうに思います。それで、まあ、そういうふうに祝ってくださった皆さんに今は本当にまずすいませんというふうに謝罪したいと思います。30にもなりながら浮気釈明会見を設定したのはこのキャロライン夫人。怒りとけじめの前代未聞の同伴会見。鋭い視線に無言の怒りが。やっぱり大切で最高の人ですよね。そう。一番愛してらっしゃるのはやはり外相さんですか。今でも。それはエレガントだし、姿勢があるし、素敵です。もうこれでいいかな。あ、それからすみません、石田恵里さんの。ちょっと待ってくれ。話が出てる。もう来なくていいから、もうインタビューしなくていいかな。ね、もうやんない。はい、どうもありがとうございます。わかりました。もうインタビューしないよ。今度来たら怒るよ。マンションにお見えになった時にお茶を出したりとか、少しこうまあね、お客さんが来てる。そんなことはあなた、人が訪ねてきたらね、女性としたら当たり前のことでしょ。あなただってそのぐらいのことはなさいますでしょ。人が訪ねてきたらお茶の一杯もね、出さないでお返しするような女なんて魅力ないと思うんですよ。それははっきり言って。確か沖田さんはでも山本さんが好きだっていうふうにね、言ったっていうふうに伝えられてますけれども、じゃあそれはやっぱり先輩としてという意味合いで。当たり前ですよ、そんなことは。彼のこの言ってるね、言葉を聞いてたら、そのニュアンスをね、拾えるでしょう。あなたたちだってね、そのぐらいのニュアンスが拾えなかったら、こういうお仕事なさらない方がいいんじゃないかとも悪いけど。二人の問題で騒いでるんでしょ。あの方たちに何か聞けばそれに対して答えるけど、誰かが書いた、これから読ませていただきますけども、家族中でゆっくり読みますけれど、子供も含めて、まあこうなの驚いたわね。お父さんやるねっていうか、それは知りませんけれどね。奥様の立場としてはいかがですか。いや、私は別にこれ読んでみんなと話して、この人に話を聞いてからびっくりするか笑うかどっちかじゃないですか。例えばそれが離婚問題にということは。さあ、あなたにご心配していただかなくても結構よ。夫婦のことは夫婦で解決しますし、子供たちもいますし、他人には干渉されたくないの。私こういう問題、子供たちのためにも働く。なんか木之助さんに今教えたいことは。別に話すからいいわよ、お互いに。コウさんには話すなら。コウさんにはそんなのあなたに言う必要はない。私は本人たちと直に話しますから。そして明菜さんの怒りの矛先もリポーターへ。明菜さん、すいません。明菜さん、すいません、改めて最後のお金について話してくれませんか。慎吾さん乗っかって。いい仕事した方がいいよ。慎吾さん下がってください。危ないです。いい仕事した方がいいよ。四谷署はね、まだ捜査を続けずにいるんですけど、その策はどう思いますか。危ないですよ。はい。いい仕事変えた方がいいよ。皮肉たっぷりの明菜さんでした。